で、こちらの方が、あの共産党系 の、 あの学者グループですね。こちらがあの社会党系の学者グループというように、まあ、大まかそう言って間違いないと思います。で、ほとんどの教科書が、うん、あの日本史の教科書はですね、こちらの立場で書かれてるんです。こちらで、でこちらはあまり出筆に参加させられていませんね。こちらが主流派です。こちらが反主流派ですね。こちらが社会党の、あのいわゆる理論家集団に戦後はなっていきます。こちらが、まあ、様々ですけれども、まあ、共産党系の学者集団というようになっていくわけですかね。だからね、高校の先生で熱心に近現代史を教える人は、どっちかというとこの講座派の人が講座派で書いた教科書をガーッと教えてます。で、だからこれがいわゆるその日本悪者史観です。要するに日本は侵略国家である、日本は侵略し、朝鮮を併合し、中国を侵略し、あげの果ては勝つ見込みもないのに今度の大戦に毛利も国民を引きずり込んでいったというような立場で書く日本史ですね。要するに日本悪玉、それがその歴史を一生懸命教える人たち、日教組で一生懸命、活躍する人たちになるんですよね。この前はちょっと乱暴ですけど、日教組競争系の人たちということになりますね。だから教えない人たちは、そうだ、この教科書にもという疑問を持ってる人たち、教えません。もう試験でんから、まあ、自分で読んどけというような、まあ、処し方をしましてね、まあ、放っちゃうわけです。今度は熱心に教えられた者たちは、なんか日本は悪いことしたんだと。だから、なんて言いますか、私は高校生を相手にしましたからね、日本史の時間っていうのは、日本の悪口を習う時間なんだというようにな気持ちでね、こう迎えている生徒が多いですよ。でそれがだん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 こうやっていきますとね、なんか中学時代まで習ってきたのと違うっていう感じになるんですね。そしてだんだんとね、授業に対してね、真剣になってきます。そして途中だいたいセミが鳴く頃になると、先生、日本ってそんな悪い国はないんやね、こう言い出す。悪い国もひったくりもあるから、そんな素晴らしい国だよ思うよってなことの話になります。そして秋頃になると、例えばこう金髪にこう染め上げてる、まあ、男女の生徒が、例えば放火にする授業があります。と、何でも放火にしてるんだよ、何でも放火にしてんの、といいじゃない、何のことだよ、手すぎね、取ってくれ取ってくれ、前が言うんで、よし、とっとキラキラにして、
これはキンキラキンにした頭で、例えばそのなんか日本史の実況を受けるのはなんか悪いような気がするという感覚になるんですね。それからそれがだいたい北風が吹き始める頃になると近現代史に差し掛かってくるわけですよ。そして特攻隊の話だとかね、私は特攻隊をその単純に賛美して話をすることはあまりしません。特攻などというのは私は統帥の下道だと思ってますからね。なんて言いますか、死んでこいというのはそれはね、戦ってこいと。そして戦って戦って戦ってで、ブーンつたなくならお互いに安くんで会おうと。けどもやられんようにして頑張って来てよってに言うのがね、戦う若者を送り出す私は役の務めだと思うんですね。爆弾抱いてね、死んでこいというのは私はあんまり万々歳という気持ちは正直言って持ってません。だと言ってこれを特攻の英霊に対する冒涜とは取らないでくださいよ。私はあれを命令し企画した要するに上官たちね、何かおりますけど彼らに対する批判を言っておるんであって、懺悔していた英霊のことを言ってみられません。しかし生徒たちはそれ分かるんですよ。で特攻隊の話を次は特攻隊の話だろうという話になると、なんかねその金髪はねこう今度はほっかぶりじゃなくて何て言うんですか、姉さんかぶりか色で変えてますわ、もう色を。でみんなから言われて、なんでその金髪をお前やめたんだったら、今日は歴史の時間で特攻を習うし原爆習うし、そんなやっぱ悪いような気するもん。これがね、純真な高校生の一面だと思うんですよ。悪ぶってるけどね、やっぱね、魂をね、こう揺さぶられるものがあるんですね。私のその伝説じゃなくてですよ、歴史の現実がね、例えばそこに、佐藤っていう生徒がいると、お前どうして佐藤っていうんだ、あ、じいちゃんが佐藤よ、いや、じいちゃんが佐藤だけど、なんで佐藤だね、知らない、お前とこの先祖はな、藤原氏だな、は、藤原氏ってこうなって、左衛門尉の位を代々もらう佐藤さんの藤原さんの家は佐藤と言ったんだぞ。左衛門の尉って何先生、遠山左衛門の尉様を何ってやってるじゃん、その御所を警備するそういう、長官、左衛門と右衛門とおるけどな、そういうその左衛門だったから佐藤というし、近藤というのは近江の神の位をもらうから近藤だし、遠藤さんは遠江の神だし、そういうふうになっていく、まあそういう名残なんだよ。これなんで鈴木なんや、は弓数が気になってたんです。嘘ばっかお前って言ってバッとこうみんな笑ってますけどね。鈴木というのは高い柱に収穫した稲を神に捧げて、そして感謝の祈りを